皆様こんにちは、サイエンスホームの宮城です。ししのです。今回ご紹介するのは平屋のシンプルタイプになります。テーマは家中から坪庭が見渡せるお家です。床面積29坪の平屋は玄関、LDK、主寝室の3面から坪庭が見渡せる開放的な空間の家です。高級感のあるホテルのような浴室や天井高の高い大型ガレージも見どころです。まずはじめに駐車場スペースをご紹介いたします。この方には伸縮性のあるカーテンゲートをご用意しております。今回こちらのお客様がマリンスポーツをされている方なので、こちらの扉を開けますと、こちらの方にはウェットスーツなどをかけられるフックをご用意しております。そしてから帰ってきてすぐこちらの方でウェットスーツなどを洗っていただくことができます。階段下の方にはシンボルツリーを入れられるスペースをご用意しております。お好きな植栽で外観を彩っていただくことができます。そしてこちらには金粉壁を設けておりまして、ガレージの方と同じダークグレーで統一することで、より一体感があってスタイリッシュな外観に仕上がっております。でこちらの階段を上がると、サイエンスホームではこちらの人感センサーの方も標準仕様でご用意しております。そして今回玄関の方にはダークブラウンの親子扉を採用しております。扉も開閉できるようになっておりますので、家具の搬入なども楽に行える扉となっております。続いて玄関をご紹介します。玄関の広さは約 2.7 畳となっております。玄関とホールにはそれぞれ同じホワイトカラーのスペインタイルを使用しております。また玄関の方から坪庭を覗くことができ、昼間は光が入ってきてとても明るい玄関となっております。また窓も大きく取っておりますので 2.7 畳よりさらに広く感じることができます。また今回はこちらの靴箱を使用しております。上の方に植栽であったり鍵を置くことも可能となっております。
あちらには調光機能付きの間接照明を使用し、おしゃれな空間にしております。リラックスできていいですね。冒頭でもご紹介しましたこちらの坪庭は、玄関リビング主寝室から見え開放的な空間となっております。また今回植栽で演出したいとのご要望がありましたので、お施主様の方で植栽や石などで仕上げていく予定となっております。ピコンに反応して続いて玄関をご紹介します。玄関の広さは 2.7 畳となっております。続いて玄関をご紹介します。玄関の広さは 2.7 畳となっております。などをかけられるフックをご用意しております。続いてリビングダイニングをご紹介します。こちらで広さ約20畳となっております。こちらの設定ポイントありますか？はい、今回お施主様のご要望で床を600画のスペインタイルで仕上げております。おしゃれで高級感がありますね。天井の方も高く感じるのですが、何センチほど上げているんですか？はい、標準が当社2メートル60センチなのですが、そこから65センチ上げた3メートル25センチの高さとなっております。開放感があっていいですね。またあちらには調光機能付きの間接照明を使用し、おしゃれな空間にしております。リラックスできていいですね。またこちらの方にプロジェクターなどを置いて、あちらに映像を映すことができますので、映画なども見えていいですね。そうですね。またあちらの方に大きな坪庭があるのですが、ガラスの方は標準の熱線吸収ガラスを使用しており、熱線吸収ガラスは太陽の熱を 40% カットしてくれるので、室内も熱くなりにくい仕様となっております。続いてこちらの坪庭をご紹介します。冒頭でもご紹介しましたこちらの坪庭は、玄関リビング中心室から見え開放的な空間となっております。また今回植栽で演出したいとのご要望がありましたので、お施主様の方で植栽や石などで仕上げていく予定となっております。続いてキッチンの方をご紹介いたします。キッチンの方は 5.4 畳の広さとなっております。そして今回は TOTO さんのミッテという商品を採用しておりまして、こちらのタイルと合わせたグレーでまとめたキッチンとなっております。今回は食洗機の方を抜いておりますので、その分収納力があるキッチンとなっております。
後ろの方にはコンセントも設置しておりますので、ミキサーなどもお使いいただくことができます。また今回こちらの面台部分の方は通常の10センチから30センチに変更しておりますので、料理をする際などに材料を置いたりすることに使うことができます。今回床の方はタイルで仕上げておりまして、お掃除もしやすいものになっております。そして後ろの収納の方はトールタイプになっておりますので、いろいろな大きさのものを収納できるようになっております。続いてリビング横の子供部屋をご紹介します。こちら広さ 4.6 畳の子供部屋となっております。窓の高さは隣からの視線が気にならない高さに窓を設置し、換気もできるような窓になっております。また天井の方にはレールを設置しておりますので、お好みの照明を取り付けて楽しんでいただくことが可能です。続いて先ほどの子供部屋の隣の子供部屋をご紹介いたします。こちらの子供部屋も先ほどの子供部屋と同様、広さ 4.6 畳となっております。窓も先ほどと同じように隣からの目線が気にならないような高窓で設置しております。またこちらの方には広さ約1畳のクローゼットを設けております。続いてキッチン横の個室をご紹介します。こちらオープンクローゼットを含め広さ約3畳の個室となっております。来客用や書斎などにも使用できるちょうどいいサイズとなっております。続いてトイレをご紹介します。トイレは広さ 1.1 畳となっております。地窓を設けており、下からは坪庭を覗くことができます。また今回床、壁、タイルともにスペインタイルを使用しており、落ち着いた色味でおしゃれな雰囲気を演出しております。リゾートホテルのような浴室がコンセプトになっておりまして、浴槽周りと床、あと壁の方にはプールーフという天然石を使用しております。そして両面の方にはスペインタイルで施されています。3m25cm の高さとなっております。開放感があっていいですね。収納力があるキッチンとなっております。下の方はタイルで仕上げておりますので、油はねや水はねを、
ちらには調光機能付きの間接照明を使用し、おしゃれな空間にしております。リラックスできていいですね。冒頭でもご紹介しましたこちらの坪庭は、玄関リビング主寝室から見え開放的な空間となっております。また今回植栽で演出したいとのご要望がありましたので、お施主様の方で植栽や石などで仕上げていく予定となっております。続いてキッチンの後ろにある主寝室をご紹介します。こちらの主寝室で広さ 10.5 畳の主寝室となっております。かなり広々した主寝室ですので、机を置いて主寝室兼書斎としてご利用いただくことも可能です。またこちらの方には約 1.6 畳のクローゼットを設けております。ハンガーパイプを2段に分けることで収納力はたっぷり、見た目はすっきり抑えられるクローゼットとなっております。おりまして、こちらの方にカウンターが置いてありますので、歯ブラシを立てかけたりすることができます。また下の方にコンセントもついておりますので、ヘアアイロンなどで使用していただくことも可能となっております。続いて脱衣室の方をご紹介いたします。脱衣室の方が 2.2 畳の大きさとなっておりまして、こちらの方に洗濯機スペースをご用意しております。上の方にラックを設置しておりますので、こちらの方に洗剤の方を置いていただくこともできます。そしてこちらの方が脱衣スペースとなっておりまして、こちらの方に収納の棚もついておりますので、タオルなどを収納していただくことができます。そしてこちらの方にフックもついておりますので、バスロープなどお着替えをかけていただくことも可能となっております。続いて浴室をご紹介します。今回浴室の扉の方にはガラスドアを採用しております。それでは中に入っていきましょう。今回浴室の方が 3.6 畳の広さとなっております。リゾートホテルのような浴室がコンセプトになっておりまして、浴槽周りと床、あと壁の方にはクールーフという天然石を使用しております。そして両面の方にはスペインタイルで施されています。そして浴槽の奥の方には両開き戸を設置しておりまして、こちらの方を開けていただくと坪庭につながっております。坪庭が見えることで 3.6 畳よりもさらに広く開放感がある浴室となっております。平屋シンプルタイプ29坪のお家でした。床面積29坪の平屋は、玄関、リビング、主寝室の3面から坪庭が見渡せる開放的な空間が魅力的な家となっておりました。天然石をあしらったホテルのような浴室や、天井高が高い大型ガレージがとても素敵でしたね。今回は動画でご紹介しましたが、無垢材フローリングや漆喰等の自然素材の良さは、実際に体感してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスにも足を運んでみてくださいね。
今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てさらに詳しい情報を知りたいと思われた方は気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はインスタグラムやホームページなどをご覧ください。これから他の物件もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。サイエスホームは皆様のご来場を心よりお待ちしております。何？玄関、リビング、主寝室の3面から壺に鏡を立てる。なんで？